こんにちは、レオです。今回は RMK の新作ベースをね、買ってきましたので、そちら紹介したいと思います。昨日はね、3の新作のね、ジュビリーコレクションのパレットもレビュー出したので、ぜひそっちも見てみてください。では始めるぞ。はい、実際に塗っていきます。もうね、花粉とアトピーでね、肌荒れがもうね、大変なことになってるんですけれども、だから赤みはね、全くね、もうマシにはなるけれどもね、消せないかな。はい、こういう感じでこうシュワーってね、広がってピタッとくっつくようなね、ものでね、こう保湿感があるっていうのはね、結構いいかなっていうふうに思いました。あとはまあ結構ね、量塗ってもね、つけた感がないかなっていうふうに思います。はい、セッティングパウダーも塗ってみるんですけど、正直映像だとよくわからないですね。まあファンデーションのツヤ感っていうのがしっかりとね、残ったまま、あんまり肌をいじらずね、セットされるような感じ。はい、一応比較やっておきます。まずはね、リクイドファンデーション201番ですね。あ、スキンティントに戻ります。右がリクイドファンデーション201と、今回のスキンティントが左手にありますね。まあこうやって見るとね、カバー力の違いがわかるかなっていうふうに思います。まあ映像ね、半分半分で見せてた方がわかりやすいかなと思ったんだけど、正直映像だとね、もう顔が真っ赤すぎてちょっと捉えきれないので、今回はね、比較ちょっとやりにくいので、また後日やりますが、今回は簡単にね、まあ、やっぱリクイドファンデーションの方がカバー力があって、毛穴カバーとかもいいかなっていう風に思いますね。こっちの方が安いしね。はい、フローレスカバレージの方と比較すると、まあ若干の違いが感じられるかな。はい、こうやってね、こっちの方が黄みが強いので、赤みがね、結構消えるのと、あと肌荒れしている時は、今回のスキンティントだとむっちりしてるんでね、こう崩れないような感じ。こっちはピタッと薄膜で、こうソフトマットな感じで崩れないような商品だね。ということでね、比較もしたというところで、スキンティントのレビューからしていこうかなっていうふうに思います。まあ今回のスキンティントのカラーに関しては、こう、100番系のね、オークル系のカラーよりもちょっとピンクより、ただ200番系のヨロよりも少しね、オークル、まあ中間のようなカラーかなっていうふうに思いますね。で、まあ、レオは、そうだな、まあ、スキンティントっていうことなので、全然カバー力とかはね、期待はしてなかったんだけれども、結構肌のね、こう、凹凸感とかをスムーズにしてくれたり、保湿感があるような感じで、思ったよりもね、こう、カバー力っていうよりは、こう、肌の調子、バランスを整えてくれるようなね、感じがしました。まあ、レオが大好きなリクイドファンデーションのこちらね、こちらはね、なんかね、こんなカバー力あったかなって思うんだけど、一番ね、フローレスもこの間出てね、好きっちゃ好きなんだけど、なんかまたね、こっちのね、リクイドにハマっております。まあ、こちらのリクイドファンデーションはもうロングセラーのね、商品でございまして、まあ、レオは、RMK ハマってからね、全然ベースに関してはね、あんまり気に入っていなくて、そもそもこのファンデーションそんな好きではなかったんだけれども、なんかね、
夏 すごいシャネルのファンデーション派の人間なんだけれども、濃めなんだけれども、たまたま試供品もらった時にあれこれいいなと思って、それ買ったら去年の夏はねもうこれ一本だったなっていう感じなぐらい、このねリクイドファンデーションすごい肌にこうなんて言えばいいのかな、肌に近いっていうかこう素肌感があるような商品で、なんだけれどもこうアトピーとかの赤みを消してくれる、アトピーがめちゃくちゃひどかった時はねこれすっごい浮いたの。だからねあんまり好きじゃなかったんだけど、最近薬とかも飲んでねこう肌が落ち着いてきたあたりで一番相性がいいのはこちらかなと思って長く使ってます。それに比べるともう少しね保湿感があるような感じで、うるっとするようなねテクスチャーというか、まあツヤ肌どっちもこちらもねツヤっぽい感じにはなるんだけれども、よりこっちの方がちょっともちっとしたような素肌っぽさが出るかなっていう風に思います。ジェルっぽさっていうのかな、こうつけた時にこうふわふわでじゅわっとねこうもっちりね広がってくれて、その後でねこうスッとね肌にね入っていくようなこうサラッとしたようなテクスチャーで、これはこれでねいいなっていう風に思いました。でまあフローレスの方はもう完全にこうソフトマットっていうかもう密着型なので全然ちょっと違うような商品で、まあフローレスも別にね乾燥するわけじゃないんだけど、やっぱこっちの方が保湿感があるなっていう風な感じがしますね。こっちの方がもうちょっとカチッとした肌、やっぱカバー力も高いし、なんか感覚的にはこっちの方がねこう赤み消しは高いんだけど、なんかねやっぱライナーだからかなこちらこれも RMK のライナーなんだけど、もしかしたらそれでライナー自体がファンデーションで削れちゃってね、ちょっとカバー力の検証があんまりねなんか意味のないものになってかもしれないっちゃ知れないんだけれども、まあ、感覚的には赤み消してくれるのはフローレスの方が強いかなーっていうふうには思うんだけどね。でも、うん。まあ、でも今回はね、スキンティントが主役ということで、02番のカラーはね、アンプリチュードバレンタインパレットの動画で、試供品ではあるんだけれども、色出してるのでね、02番気になってる人はそちら見てみてください。これよりも少しね、暗めのトーンになります。まあ、感想としては、まあ、RMK のね、ファンデーションというか、ベースメイクということで、まあ、期待しかしてないんですけれども、まあ、期待通りだなと思ってたし、まあ、試供品をね、何度か使ってるので、持ちに関しては、こう、三つと比較して、こう、そもそもちょっとね、もちっとしたやつだから、乾燥崩れっていうのは、フローレスより気にならないかな。こっちも別にすごい乾燥崩れるってわけでもないんだけど、まあ、高い数字の中で、この三つで考えるなら、こっちの方が保湿感があって、こう、パリパリ感が、感じがない、夕方までって感じで、あ、これに比べると、まあ、こう、なんか乾燥崩れとかはなんだろうな、こう剥がれていく感じはこっちの方があったかな。こっちのリクイドファンデーションの方がこうマスクしてても花粉症でちょっと肌荒れててもこう夕方になって、あ、マスクで、あ、まだちゃんとベースメイクちゃんとしてるなって感じが出る。こっちになるとちょっと剥げてきたなっていう感覚はあった気がしますが、ここで出てくるのが、このセッティングパウダーなんですね。はい、こちら今回ね、シルクフィットセッティングパウダーということで、RMK のルースはね、使ってたんだけど、あんまり好きじゃなくて、そっからね、まあパウダーとかあんま手出してなかったんですが、今回ね、この、試供品っていうか、美容部員さんに試してもらった時に、持ちがすごい良かったので、買いました。テクスチャーとしてはね、こう、あ、ナーズっぽいかなと思ったら、ナーズよりは少し柔らかい感じの、テクスチャーのパウダーで、ほんと何の変哲もないようなものですね。3みたいになんかマシュマロ肌になるってわけでもないし、こう、ナーズの、ツヤっぽさ、こちら出そうか。ナーズのね、ライトレフレクティングセッティングパウダーも同じようなカラーなんだけど、こっちはちょっとラメラメしてるようなね、もので、パウダーの比較ほどね、よくわからないものがないんだけれども、これ開けた方がわかりやすいかな。よいしょ。まあ、どちらかというと、レオはこの何の変哲もない方が好きかな。ナーズはちょっと光沢感というかさ、キラキラがあるんだけど、
ちょっとあのアルミ系の方がツヤ感はあってマットすぎないけど、うん、っていう感じのもので、これエチュセのね、レオナ大好きなパウダーにも近いかなって感じ。フェイスエディションね、こちらもうすぐ底見えなんだけれども、こちらはちょっとね、白っていうよりはなんかピンク感があるんだけども、これもトランスルーセントでこう透明、もうこれもねよくわかんないね、柔らかさとかこの肌のこのファンデーションの質感をそのままね残すっていう点でエチュセのねものとかなり近いかなっていうふうに思います。ただこうやっぱりデパコスなので、こうキメの細かさっていうのはアルミ系の方が若干あるかなっていうような感じで、セッティングパウダーについてはもうちょっとね時間をかけてね研究したいと思います。まあ一つ言えることとすれば、こう結構ね、ナーズと比べるとパウダー自体がちっちゃいと、エテセの方まあ円だから、まあにしてもちょっとね思ったよりねちっちゃいかなっていうような感じ。ブラシの方が大きいんだよね。このブラシはまあ正直携帯用としても明日使ってみようかなと思うけれども、まあ普通の日常使いでね家でやるんだったらこういう安いねロージーローさんのねブラシとか、アルミ系だと6600円しちゃって高いからね、のパウダーブラシを使うのがね安全かなっていうような感じ。あんまりね付属のねブラシについてはいいとは思わなかったけれど、まあコンパクト感、コンパクトでもないんだよね、そここうナーズにしよりは大きいんだけど、まあブラシが入ってる分しょうがないかなって感じではあるけどね。っていうので、これは本当もうこれを使っとくと、このアルミ系のこのリクイド、あいやどうシャネルぐらい持つかなっていうような、シャネルのファンデーションがこう夕方まで綺麗なんですけども、それに近いようにこうアルミ系のこれだけだと夕方になると剥げてくるけど、セッティングパウダーを乗せることによって長持ちするなっていう感覚はねありましたっていうような感じ。ただそれはね1日だけしか試してないので、ちょっと肌のコンディションもあると思うし、しばらくね使ってみようというふうに思うので、まあ、結論としてはね後のレビューに期待っていうような感じなんですから、もう、まあ、普通にね、このフローレスの方でも、リケートのやつでも持ってる人でも全然楽しめるし、値段的にはね、ここのちょうど間なんだけれども、まあ、なんか、これよりすごいかっていう点はね、まあ、なんか、性質が違うからなっていう風な答え方しかできないかなっていう風に思いますね。まあ、でも、本当いい感じの商品だし、こう、これからの季節ね、夏とかは結構これぴったりなんじゃないかな、って風に思いますし、逆に普通に冬でもこう保湿感があるような軽いようなねスキンティントっていうのはね乾燥にはいいと思うので、はい使い続けてみます。ということで今回はアルミ系のねスキンティントのね簡単なレビューと、あとこちらのセッティングパウダーをね購入してきたのでね、そちらをですねレビューしてみました。チャンネル登録お願いします。グッドボタンお願いします。アルミ系に関してはまあちょっとこれがね発売されるまで待ってたんですけど、もうめちゃくちゃ買っておりますので、ちょっとランキングというかアルミ系って言っちゃったアルミ系で買うべきなんか商品アイテム5点みたいな、そういう系のね動画を一回出してみたいので、やってみようかと思いますので、はい、チャンネル登録して待ってくれよな。以上だ。